はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。今回の情報はやばいよ。イオンカードが超ウルトラダイナマイト級にやばい、ね、太陽の悪さ不安だらけ、ね、ものすごい大金請求されてもどうにもならないっていうお話になります。で、元気なおじいはイオンカードを持ってるんです、ね、あれあそこコスモ石油使ってるんで、コスモ石油でコスモカードを作るとイオンカードなんです。やっばくてしょうがない、本当ね。本当ね、おじいがコスモ石油ね、遠いのになんで使うのか、イデミツカードがね使ってたんだけども、イデミツのガソリンスタンドはすごく不親切だからだね。イデミツカードを使ってたんだけども、カード会社がね、このカードに変わりますからって、なんかねカード会社が買ったのかな、イデミツカードなのにそれまで使っていたクレジット会社から違うものになんか変更になって、これを使ってくれって言ってね、送られてきて、でカードは2枚あって有効期限がまだ2年ぐらいこっち残ってる。で こっちも使えますよね。で両方持ってたんだけど、こっちが一応使えるんで、これがこれは使わないで取っといたんだね。でまだこれが使えるんで、こっちのカード番号を解約したんだよ、このカード番号を。そしたらこれごと丸ごと使えなくなったっていう。つまりカード番号が違うのに連携、要はユーザーでなんか紐付けされてて、このカードを解約したら、もともと持ってるこのカードも解約されて、カードが使えなくなった、ね、で、なんでだろうってね、まだ分かんないからカード会社電話してって言われて、じゃあとりあえずガソリンは入れないと、もうランプがついてまずいので、ね、じゃあ現金カードちょうだいって言って、ね、無料でくれるじゃん、1円引き。たとえ1円でもね違うからね。そしたらね、あげれませんって。え、なんで現金カードを別にくれればいいじゃん、紙のやつね。まだ、それはできません、カード会社に連絡してください。そんなことある？長年ずっとね、免許取ってからずっと使ってた一番近いところのね、イデミツのガソリンスタンドはもう使わせてくれないんで、ね、現金カード1円引き、使わせてくれないんで、くれないんで、ね。なので、困ってガス入れられないから。で、遠くの、コスモ石油にね、行ったんだよ。ひどいよ、あそこのスタンドを知って。いや、それは大変でしたね。もしよかったら、うちもカードあるんだけど、作りませんか。でも今入れたいからって。いや、仮のカード、これあるんで、もうこれで、カードを今作ってくれれば、もう今日から何円引きで、2円引きだから、セル引きだから、これで割引がついて、ポイントもカードが来たら、今日お使いの分もちゃんとポイントが加算されるので、そんなことってあるの？有効期限、1ヶ月あるので、まあ、それまでにカードが来ると思いますけど、もう今日からもうカード価格で入れますよ。本当？ありがとうって。で、使わせてくれて、でそのスタンドがなんか道路拡張でなくなっちゃったんだけど、まあ、ちょっと離れたところにね、そこに入れに行ってるっていうね、まあ、そういう恩があるので、ね、すごくね、イデミツは不親切、ね、だからやめました、ね。まあ、そういうことで、元気なおじいもね、このイオンカード持ってるんだけど、ちょっと不安になっちゃった。コスモカードを使うと1円だから2円引きになってね、でアプリを使うと、ま、1円だから2円だから安くなるんだよ。いやー、でも怖いなーと思って、本当、まあちょっと内容を見ていきましょうね。これイオンカード不正の内容をね、いただきました。はい、これです。イオンカード不正利用の対応遅れを謝罪、カード止めてと依頼しても止まらず数十万円請求されたなどの声いっぱいある。不正利用されたからカード止めてお願いします、ね、お待ちください数ヶ月かかる、ね、
あの止めてくれない。これ怖いよね。びっくりするほど怖いよね。で確かおじいがなんだっけ、出光、別の場所の出光のなんかチラシが入ってて、でなんか行くとティッシュね、ティッシュくれるって書いてあって、で5円引きだから、5円引きでこのチラシをご持参の方なんか5円引きぐらいで、へえ5円も負けてくれるんだと思って、でティッシュ1箱プレゼントって書いてあったから、ああ20リッター以上だか10リッター以上だかな、10リッターだね、じゃあつって入れに行ったんだよ。それでカード作ってくれたね、今キャンペーンやってますってね。でカード作るとティッシュ10箱くれるっていうかね、え10個もくれるのっつってね、うちはもともと安いけども、カード作るとね、出光カードでまたさらに安くなりますよ。でカードをじゃあ作って、ティッシュね、ティッシュ10個もらったんだけど、うん、ありがとうございましたっつってね、1個足んないっつってね、はいっていうかね、いや今このチラシで来て10円引きで入れてご一緒にしたらティッシュ1個くれる、でカード作ったらティッシュ10箱くれる、11箱くれないと1個足んないじゃんっつってね、すいませんって言いながらね、1個ちゃんともらったんだけどね。でカードを作ってうちに戻ってきて、そしたらなんか変なメールが来たんだね。名前のないなんかわかんないけど、なんか格のフィッシングっぽいのが来たんだね。でなんか電話確認したらなんかわけのわかんないことになってね。でいや怖いよそれして、ね、まあその時の動画残ってるんだけど、怖いよそれして、でやめちゃったんだよねカードね。なんだっけ、カードが届いてまだ開封しないで、仮のカードがあるから開封しないで封筒のまんまそのまんま置いていたのに、なんだっけな、なんだかがバンバン届いてびっくりしたんだよね確かね。そしたら出光カードとカード会社の方でなんかたらい回しになって、なんかわけわかんないからねやめちゃったんだけど、うん、はい、内容を見ていきましょう。まずイオンカードを不正利用され、カード会社に対応を求めたのに何ヶ月も、これ何、これ何、何ヶ月も対応してもらえないまま不正利用が続いている、こんな悲鳴が X に相次い投稿で話題になっている。相次いっていうの、相次い投稿されている。最近はもうこういう言い方するんだね、本当ね。こうした声を受け、イオン銀行とイオンファイナンシャルサービスは10月8日、不正利用の被害対応に時間がかかっていると謝罪。被害実態や複雑かつ巧妙化する犯罪手口の解明と被害金額の特定返金処理などに時間を要していると釈明した。でもね、こんなのね、おかしいと思うよ。うん、おじいの場合は乗っ取りでね、ペーパルに入っている残高を根こそぎ持ってかれたんだよね。2回に分けて引き出されて、3回目のチャレンジでもう残高がなかったので、そこで止まったんだけど、みんな抜かれちゃったんだよね。でその履歴とか全部どこの場所からっていうのが分かるじゃん。だからね、ちゃんと翌日にすぐ戻してもらった、ね、すごく丁寧だし、ですごく手順も分かりやすく教えてくれて、男性の人ね、すっごい丁寧な対応で、いやペーパルがすごく信頼できるなと思って。でなんか海外とかでね、いろいろ買っても変なものが届いたとか騙されたとかあっても、ちゃんと保証があるんだよねペーパルってね。だからスチームとかさ、あとドスパラ系とかさ、ドスパもそうだよね、確か
あの今インターネットで使うのに結構ペーパル使えるところが増えてるんだよ、ね、ペーパルはねすごくいいよ。そういうところはしっかりしてる、めっちゃめちゃ、ね、これでも怖いよね、カード止めてって言ってるのに何ヶ月も放置で、あの何十万も請求されるってめちゃめちゃ怖いよね。X ではイオンカードの不正利用が6月に発覚し、止めてほしいと依頼しても止まらず、止めず8月までに30万近く支払った、ね、でもこのカード持ってる人は30万近く支払えるお金があったってことだよね。世の中にはそんなあの30万円近く払う余裕がない家庭があるわけなんで、ね、だからそういった場合はもうカード事故にされちゃうんでしょ。一回お支払いくださいって言われるんだよね、こういうのって。あのそれは不正だからあの払いませんじゃなくて、一回立て替えて払いくださいってね。あのおじいだったら意地も払わないけどね、本当銀行全部あの紐付け取っちゃうけどね。で不正利用されてカードを再発行した、不正利用されてカードを再発行したけれど返金が可能か3から6ヶ月かかるので、不正利用分は一旦支払った。返金されるか不安。1月にイオンカードに不正利用の連絡をしたが、関連の書類が10月にようやく届いたのの声が出ている。ね、だこれが今あの X のツイートがね、あのたまたま誰かの目に留まってわーって今なったけど、それがなかったら埋もれてる話したんだよね。これってでこの体制でずっとやってきてるってことなんだよ。そうでしょ。イオンカード信じらんないね。1月にイオンカードに不正利用の連絡をしたのに10月にようやく来てるって、9ヶ月かかってんじゃん。ここ最近はフィッシング詐欺による被害やEC サイトへの不正アクセスなどを通じカード情報が漏洩するケースが急増し、不正利用の被害も増えている、ね、気をつけないとね。カード各社とも不正利用の対応に追われているが、イオンカードは他のカード会社に比べて対応が不親切で遅いとネットで話題になっていたってことなんだね。いやイオンカードはもうなんか怖いな、こういうの見ると。で、まあ、元となったのはこれあの原さんなんだね。イオンカードの不正利用が6月に発覚し、やめてほしいと依頼しても利用が止まることはなく、8月までに30万近く支払いました。口座を解約、ね、大変だね、公共料金などの支払いも変更することに。本当大変なことだと思うよこれ。あの変更してもあのすぐに反映した場合もあるしね、タイミングによって、新たな口座を開いたのですが、また不正利用恐怖しかありません。そして全く連絡くれないイオン、ね、こういうやつ、ヨドバシとかローションとかね。で今度はね、別のそこにリプでついてるのはね、私も8月にイオンカードで不正利用が発覚し、止めたにもかかわらず9月中旬まで利用され30万近く支払うために。だから本当カードを止めたのに結局あの請求されてイオンは処理をしちゃうっていう。で Apple Pay に勝手に登録され使われているからイオンでなく Apple 社が悪いと言われました。イオンからね。状況が似ていたので
思わずということで、まあ、この方の場合もね、うん、この1960円、ファミリーマートで9960円、ミニストップで9960円、何これ、なんかカードかなんかだね、あの金券かなんかでしょう。でローソンで、9900で、ファミマで9900で、ミニストップで9900、ローソンで9960円って何なんだろう。タバコかな、あのエディオンで1万円、これだね、エディオンで1万円。エディオンで1万円。エディオンで1万円。エディオンで1万円って。あ、引き出されてるってことか。お金かな。で、この花さんもね、同じです。アップルが悪いのか。ね、これに、アップルが絡んでることが分かった。2件ともアップルが絡んでいる。やっぱりアップルか。アップルを使ってるとこうなんだね。アップルを使ってると、あの課金するときにもね、アンドロイドよりも 20% ぐらい高いよね。はい、また別の方、イオンクレジットカードに数十万円請求、イオンに不正利用連絡で、カードを止めます。でカード再発行、返金の保証が効くか検討するから3から6ヶ月待ってください。まずはそのまま数十万円を支払ってください。えって、ね、で支払いました。でカードは止めて再発行済みだけど、お金返ってくるのが不安しかない。なんでかっていうと、この内容だね。お申し出内容についてのご案内、これだね。背景閉鎖株の北条おたまり、厚くお礼申し上げます。この度のクレジットカードのお取引に関するお申し出につきまして、弊社より取扱店または加盟店契約者等に異議申し立て、または保険による保証適用の検討を行うことになりましたので、ご報告申し上げます。異議申し立て及び保証適用の検討にあたり、確認事項がある場合や結果が判明した場合は、改めて電話または書面にて、絶対電話来ないな、書面だな、にてご連絡させていただきます。なお結果判明までに3ヶ月から半年ほど日数を要することがあり、審議内容によっては怖いよ、ここから請求が不可と判定される場合がございます。つまり保証できませんってことだね。また異議申し立て及び保証適用の検討を行うことによって、お申し出をいただいたお取引に結びつく ID やアカウントが取扱店または加盟店契約会社等の判断において凍結される可能性がございますので、あらかじめご了承ください。ね。当然、凍結されてしまう。あれもこれもみんな、ね、怖いよね、これね。で、この方、1月に連絡した4回で不正利用、やっと書類が届いた。3万5000円、早く返金してほしい。もう10月だよ。一旦支払うのは納得いかない。アプラスカードの不正利用は違ったよ。比べてしまう。アプラスカード。ここではアプラスカードはしっかりとしてるってことなんだね、これね。アプラスカード。ね、アプラスって何だったかな。なんか昔ね、ゲームセンターでね、なんかあったな。アプラスの戦士かなんかなかったかな、ほんと。なんかこう、鎖についたなんかビヨーンってやって戦っていくゲームなかった、アプラスの戦士。はい、そういうことでね、これ
イオン、これね、保険手数金もう18歳よってやつだね。はい、そんなわけで、まあここら辺はもうほんの氷山の一角で、めちゃめちゃいっぱいいるんだろうね、被害者がね。で、本当ね、このカード会社は保険があるけども、その保険適用する適用しないっていうその判断によって不正利用されても保証されない場合が多い。で、あとなんだっけ、お客さんの落ち度、ね、がある場合は認めないよっていう、まあ、大体それってなんだっけ、この間おじやったの、半年ごとにちゃんとパスワードを変えているかとかね、そういうやつ。そんなのしないでしょ、みんな半年ごとに。だからさ、大体これに該当するから保証できませんっていうね、楽天みたいなそういう風になってるんだよ、大体ね。でもおじいの経験の中ではね、あれもやめたんだよね、なんだっけ、永久不明使いがあったやつ、何カードだかな、セゾンカードだね。セゾンカードを昔はよく使ってたけれども、ニフティとかね、ああいうので使ったけども、セゾンの場合もそうだったんだよね。これを今不正にね、勝手にやられてるから、これを止めてくれって言ったんだけど、止めてくれなかったんだよ、ああだこうだ言って。で、いや、この請求は却下しようないですよね、じゃあカードやめますっつってね。で、カードをやめても請求が来たものは一応上がりますからご了承くださいっつって突っぱねられて、なんてセゾンカードってね、冷たいんだと思って、で、もうそれからもう一生セゾンカードは使わないって心に誓ってね、絶対使わなくなったんだよ。だ、本当ね、銀行とかカードっていうのはこういう実際の口コミを見ながらね、実際万が一なんかあった時にどういう対応するんだろうっていう、そういうものをちゃんと確認しておかないと怖いよね、本当。めちゃめちゃ怖い、本当に怖いね。そういうことで皆さん、イオン銀行じゃない、イオンカード持ってますか？皆さん持ってる人多いと思うんだよ、イオンの場合は。イオンでばっか買い物をする人いるでしょ、ポイントポイントポイントを知って、ね、で、おじいはね、あれが嫌い、タコ銃よく使うんだけど、タコ銃と、あと、あれ、V シリーズ、V、なんだっけ、V のカード、うさぎのマークついてるなんか V のカードあんじゃん。で、あれがね、おじいは大嫌い。V のつく薬局で普通に使うじゃん。で、V のつくスーパーもよく使ってたんだよ。ところが、V のよくつくスーパーは、ほら、カードがありますかって言うから、そのカードを入れるじゃん。で、そのカード使っても、ポイントが何もつかないんだよ。1円もつかないんだよ。1ポイントも。何にもつかないんだよ。3000円買っても4000円買っても。なので、普通にカードなしでやってるんだよ。カードはあっても。V のつく、ドラッグの方ではちゃんと出すよ。ポイント貯まるから。で、たまにね、ポイントあったら使ってって言うとね、あ、200円ありますよ、使いますか、全部使いますかってね、全部使ってってね、じゃあ、200円ございますが、全部使いますかって言うと、じゃあ、198円だけ使ってくださいって、そうやって言う人ってあんまりいないでしょ。ね。それ聞く人もどうかなと思うんだけど、本当に、そう思わない？ね。請求金額よりも少ないポイントしかない場合、ね、じゃあそのうちの何ポイント使いますかって、そんなことあり得る？全部使うだろう？違う？で、請求金額よりもたくさんあった場合は、ね、ポイントで全額賄うでしょ？これ当たり前だよね、これね、本当。何を言ってんだよっていつも思うんだけどさ。
ということで、皆さん気をつけましょう。あと、視聴者さんのコメントだと、楽天銀行は保証してくれないからまずいんだよっていう。でも一応、楽天銀行は保証しないことはないよね。ちゃんと楽天銀行の保証のところがあるので、実際には保証というものは存在しています。ただ、現実的にその保証を請求した場合に、ちゃんと対応してくれるのか、保証されるのかっていうと、いろいろ楽天モバイルみたいなね、ああいう感じで、結局は保証はしてもらえないって見れた方が良さそうだよねっていう結論から、楽天モバイルは何かあっても保証はしてくれないっていうイメージが浸透してるんだよね、結局。そういうことなんだよ。だ本当ね、銀行は、みんなの銀行が一番安心、本当に安心、不正利用されないから。でもそのみんなの銀行を登録して使えない悪質なものが多いんだよ。おじいこの間言ったよね、なんだっけ、あれ、あれメルカリね。でカードは登録してあるけども、銀行は紐付けしたくないね。で、チャージができない。ね。ほんと困ったんだよ。で、じゃあ、みんなの銀行、じゃあしょうがない、紐付けしようかと思ったら、みんなの銀行がない。そこに、リストにあるものしか、紐付けできない。ふざけるなよでしょ？そう思わない？ふざけるなよ。ね、だからそういうところのサービスは、本当にまずい。もうおじいあれだよ、あれ、もう今メルカード全然使わなくなった。あれ使うと必ず 1% すぐ入ってくるから、ああもうこれが一番いいやと思って、だけどもう懲りたから、メルカード使わない、全然使わなくなった。本当もうね、本当ね、もう懲りたね、本当。あのシステム、銀行を紐付けしないと万が一した時怖いでしょ。まあ、なんか ATM を使えばコンビニからチャージができるというのを教えてもらったから、まあ、最悪は免れるけどね、本当。でも、おじいとしたことがね、本当、今のシステム、使ったら、今、いくら使ったっていう、このね、今月使った金額っていうのが、これが使ったのは金額は出てるのに、灰色になってて、確定しないんだよ。数日経たないと。使った金額に入らないんだよ。だから、お買い物毎日使ってて、で、今月の利用がほら、今いくらで、残りの枠があって、あんじゃん。で、ああ、まだ余裕があるなぁ、と思って、あともう一回、もう二回違うかなと思ったら、最後の2回分が、だから足んなかったんだよ、これね。灰色じゃんつって。後から上がってくるんだよ。なんで、あー、足りないつって気がついたんだよね、決済してて。おじいは今まで人生そういうミスをしたことがないんだけど、で、慌ててチャージしようと思ったんだけど、メルカリの登録したカードからチャージができない。で、なんでなんだって言ったら、視聴者さんが教えてくれた。メルカードは、クレジットカードなんだよ。だからクレジットのカードだから、クレジットカードにクレジットカードでチャージはできないよね。なるほどと思った。で、メルカードは、なんだっけ、どっかのカードになってるんだよ。だからメルカードって、なんかそこにあるポイントが使える、なんだっけ、何かだっけ、デビットカードなのかなと思い込んでたら、実はクレジットカードなんだよ。だからなんかマイナスで貸してくれるんだよね。その代わり利息取られるんだよ。おかしいだろうこれ。どう考えてもあれね、毎月通知が来るから、あれなんだろうと思ったんだよ。毎月毎月、なんだっけな、限度額の審査でどうのこうの、来ない？使って、みんな来るでしょ？
毎月必ず1回来るでしょ、あの来月のなんか限度枠の審査があって、あ毎月審査されるんだよね、あれね、あれ何なんだよと思って、あの残高がなきゃ使えねえんだからと思ったけど、あの貸し付けなんだね、あれね、あれ怖い。あそうで、その話をしたら誰か視聴者さんがなんだっけ、それをオフにできるってね教えてもらったんだよ。あもう忘れちゃう、今やんないと、今やろう、そういつかやろうやろうと思ってたんだよ。その前にスマホどっかにしちゃってよ、今日使ったよな、スマホどっかにしちゃってよ、あれ朝速度調査やって、あれここに戻したよね、あれスマホがピーサーテライトがなくなっちゃった、あれあれどこ行ったんだ、あれピーサーテライトどこ行った、あった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 、ね、そう分からなかったら教えてくれたんだよ、親切な人が、それをオフにできるよって。はあ、見えない、めんどくさいなもん。それをやっとけば、あの無理やり貸し付けられることがねないと思うんだよ。ちょっとね、その設定をね、ちょっと、ほんとね、今日分かんないとかあったら教えて。どっからやるんだろうな。項目が多くてさ、支払い方法を、確認かな、違うな、支払い方法チャージしてからになってるな、これをあの口座の登録になるな、いやいや違う、どこでやるんだ、そのコメントを探すと大変だぞ、どこでやるんだろう、メルペイの履歴じゃないよな、設定かな、あメルペイ設定かな、メルペイ設定の支払い方法はメルペイ残高ネット決済連携サービス、これかな、ありません、口座の管理紐付けがありません、でメルカ、あメルカード利用上限5000円にしてるけど、なんでよ、あのだメルカードの利用条件って、あのだ自分が例えばさ1万ポイントあったら、1万円あったら1万円まで設定とか、いやあの2000円使ったら8000円だったら8000円とか、これじゃ面倒くさいわけじゃん、結局あのこの残高を使いたいだけなんだよね、お金を借りたくないっていうね、その設定があるって聞いたと思ったんだけど、上限金額設定だよね、今上限金額設定5000円にしてあるんだけど、どんなに使っても5000円は使わないじゃん、スーパーで4000円は超えちゃう時があるじゃん、だっけ、ぶどう1個買うと2000円ぐらいするからさ、ぶどう買って、梨買ってって言って、なんか、果物を2つ3つぐらい買うと、ね、お弁当買ってすぐに4000円超えちゃうからね、5000円にしといたんだけど、月々の支払い方法をチャージして支払う？銀行口座登録消しも、お金、メルペイスマートマネーについてかな、これかな。お金を、あ、違う、
3ヶ月実施も違うじゃん、申し込み始め、あメルペイスマートマネーなんていらないよ、え、どこわかんない、わかんない、わかんない、ないよ、銀行口座のあれしかないよ、メルペイ設定じゃないのかな、なんだろう、長いなこれ、キャッシュを消去する、やめてくれよキャッシュ、これキャッシュを消去するって、あの使ったこのインターネットのキャッシュなのか、ここにチャージしてるキャッシュなのか、怖いよね、キャッシュをクリアしたら残高ゼロになっちゃうとかさ、怖いよね。ちょっとね、あのコメントもう一回探さないと、おじいにはわからない。わからない。どこの設定でオフにできるのか、わからない。ない。ないですよ。ない。ありません。ないです。そんなものは存在していないです。ないです。メルペイ設定。だってお店での支払い方法はメルペイ残高になってるもん。だからメルペイの、メルペイの、これね、支払い方法がメルペイの残高になってるのに、残高が足りなかったら、なんで貸すの？月々の支払い方法をチャージして払うっていうのが、これがおかしいんだよ。口座登録しろって。これがおかしいんだよ。ないじゃんだってこれ。定額払いの設定ってなんだよこれ。定額の払いの設定だって、おじいゼロにしてあるぜこれ。ほら。ゼロの設定だよ、定額払い。これをなしにプランを変更するかな。ああ商品を選んでない、あ商品がない、買い物してないから買えられないのか。ないよ。ありません。ね。だからあのデビットカードみたいに今あるポイントだけ使って。あの残高が例えば2000円しかなくて2500円使うとしたらエラーになって決済ができないシステムでないと困るんだよ。そうでないと困るんだよ。とりあえずね、はい、そうだよね、またあのこのおじいが思ってるメルカードの使い方が分かる人がいたらまた教えてください。一応探してもね、分かんなかった、一応努力した、ね、今のままではもう怖いので、使わない本当何か買うときしかもう使えないね。本当ね怖いよ。まあイオンカードはもっと怖い。どうしようかな、おじいガソリン代1円2円安くなるためにイオンカード持ってる人の爆弾でしかないな。怖いな、ほんと。あの、ガソリンスタンドでしか使ってないから、あの、イオンのお店でもほら、イオンのカードだとポイント溜まったりするじゃん。で、だからそのイオンカードも持ってるし、あの、ね、自分も確か300円で1回買ったのと親のもあったけど、それ使ってないもんだって。あのポイント何倍別にいらないやつって。だからイオンでさあんまお買い物しないっていうのは大して安くないものが、例えば今このチーズ買うとあのプラス30ポイントとかってあるじゃん。だからあの普通に楽天カードで払ってるからポイントがたまらないじゃん結局。だからあのイオンでお買い物するとすごい損をしたような気になるから、だから買わないんだよ。あの特にあ、これ買おうかなと思っても、あの、プラス20ポイントとかってなってると、ああ、もうここで買うのやめよう。なんかすごい損した気分して。で、あの、値段が10円でも高くても、タコ重とかで買う、シューテスとか。
おじいはそういう人です、ね、もうあれほど気分の悪いものはないよ本当ね、うん、もうねポイントなんかいらないよ本当どうでもいいよ、ね、もうめんどくさい本当あのエントリーもめんどくさいしもういいよあのポイントでまた欲を書くと、ね、小さな欲があるとその欲に絡んで何かをしなきゃで結局ハマるんだよ結局騙されるだからその詐欺に遭う人は必ず何かに欲の深い人が騙されるわけなんだよ、ね、だからその別にポイントをもらえなくてもその金額で納得して買ってるわけなんでだからそこでポイントをもらわなくても別に損をしてるわけじゃないからね損をしたような気分になるだけなんで実際は損しないんで、ね、だただポイントがもらえたら嬉しいかもしれないけどポイントをもらうためにそのポイントを中心にあ今日何曜日だから何枚だから行かなきゃとかでコロナの時もそうじゃんポイント10倍っつってね10倍だから人がわーっと集まってわざわざ命をかけていくわけでしょだおじいはそれバカバカしいんでだから今日はあそこにお弁当買いに行きたいけども今日はポイント何倍の日だから今日は行かないっつってね人がいっぱいだからっつってね命をかけていくもんじゃないじゃん本当ねだ本当ねもう欲を捨てるみんなね欲を捨てましょうとにかくねまずは今無理だって考えましょう。ね。みんな、見て、しっかりと。ね。こうして、無理になって、ね。世の中、欲を書いてもいいことはないよ。ね、まずは、欲を捨てましょう。欲の原因は何ですか？そうなんです。お金なんです。お金にまつわるとトラブルが発生するんです。お金は災いのもとです。お金を持っててもいいことがない場合があるよ。じゃあどうしたらいいんでしょう。この動画を見ている方、ね、いい方法があります。この動画の下のところにね、投げ銭システムがあるので、ね、そこでね、もう災いのもとのお金は、もう全部おじいのところにね、ポイポイして、投げ銭して、消費してしまいましょう。そうすれば、災いから逃れることができるかもしれません。ね、生実家、お金を持ってるから、フィッシングに騙されるんです。お客様、アダルトサイトの会員料が10万円貯まっております。お支払いください、ね、そんな見た目がないのに、ね、しゃべらないと会社にも言うぞ、ね、いや、それはご勘弁、って払うんです。これで払うお金があるから騙されるんです、ね。そんなお金があったら、おじいのところにね、ポイッ。ポイって投げ銭でね、投げてしまえ、ね、そうすると、そういうフィッシングのね、怪しいもの投げても、残念ながら、元気なおじいに投げ銭して使ってしまったので、あなたにお支払いする10万円はありません。ね、こういう気持ちになるんです、ねうん。お金の欲を捨てましょう。ね、そのために元気なおじいは協力いたします。ねこの投げ銭システムをうまく活用して、なお逃れてください。終わります。いいこと言う。